さあ、M ポの時間がやってまいりました。本日151番目でございます。サムさん、今日はですね、前置詞アズの右側に形容詞を置いていいんでしょうか、ダメなんでしょうか、というお話でございます。皆さん、前置詞と言われたら後ろは名詞のはず、右側は名詞のはずですよね。ですが、アズの右側、前置詞のアズの右側、形容詞を置いてもいいんですよって言われているんですね。では、例文、ちょっと4つ書いてみましたが、この一番右下、例文4つ目でございます。See his behavior as shameful。皆さん、前置詞のアズの右側、皆さん、これ、shameful、形容詞なんですが、これが皆さん、正しいとされているんですね。前置詞の後ろは名詞だけじゃないですか、というふうに習ってきましたが、じゃあなんで形容詞を置いていいんですか、というお話なんですね。で、皆さんここにちょっとたどり着くまでに、皆さん例文一つ目のところからご覧になっていただきたいんですが、皆さん例文一つ目、 I am a teacher ということで、まあ私は先生ですということです。で、皆さんもちろん、動詞を挟んで左側私、そして右側先生ということですから、私は先生でさ、ほとんど言ってること同じだな、ニアリーイコールだな、こういう時に皆さん我々は SVC というふうに判断してきたかと思います。そして皆さん保護のところに皆さん先生、名詞を置いていいんですよね。そして皆さん例文2つ目です。She is beautiful。まあ、彼女は美しい、ということで、これも彼女は美しい、言ってることはほぼ同じだな、っていう感じでよろしいかと思います。ですから、皆さんこういうものも SVC と判断して、で、皆さん beautiful は美しいという形容詞、ということです。ですから保護の位置には名詞を置いてもいいし、形容詞を置いてもらってもいいんですね。でもちろんこれの言い方を変えると、イコールですね。ニアリーイコール。皆さん、ニアリーイコールの行き着く先は、ニアリーイコールの行き着く先は、名詞を置いてもいいし、形容詞を置いてもいいんですね。ということは、それを応用すると、皆さん、例文3つ目でございます。We regard him as a genius ということで、皆さん、我々は彼を天才とみなしておりますということです。皆さん、前置詞のアズ、皆さん、前後どんな関係ですかというのを皆さん考えたことはあるでしょうか。皆さん見ての通りですね、彼は天才なんですね。彼は天才とみなしているわけですから、彼イコール天才でございます。ですから、前置詞のアズ、というのは、うにゃうにゃとしてみたいな感じで多分訳出していただいていると思いますが、よく見かけると、今よく見るとですね、前後は実はニアリーイコールの関係になってるんですね。で、皆さん、品詞どうなってますかって、皆さん、ジーニアス、天才でございますので、皆さん、名詞でございます。というふうに皆さん、一つ、二つ、三つときたら、もう皆さん、確かにって予想がついてるかと思います。ですから、皆さん、前置詞のアズは、前後、ほぼ一言ってることが同じなんですね。ニアリーイコール、ということです。ですから皆さん、ニアリーイコールの行き着く先は皆さん名詞を置いてもよかったですよね。で、ニアリーイコールの行き着く先は形容詞を置いてもよかったんですよね。ですから、前置詞アズ、皆さん前置詞ときたら右側は名詞と思っていたら、シェイムフル形容詞が来ちゃっております。なんかおかしいと最初は思ったかもしれませんが、皆さんもこれで分かりましたね。ニアリーイコールの行き着く先は名詞を置いていただいてもいいし、形容詞を置いていただいてもいいんですね。ですから皆さん、この黒板の左側の、まあ、応用みたいなものというふうに考えていただけるといいかと思います。ですから皆さん、一つ結論は、前置詞のアズですね、の右側に形容詞を置いていただいても構いませんよということを知ってるとですね、皆さん、もちろん時のパート5のことを考えると、この辺空所で抜かれる可能性ありますよね。アズの右側がこう空所、まあこう点々で空所あってですね、で、ここにどんな品詞、次の4つの中選んでくださいみたいな、そういう時に、アズの右側、あれ名詞がみたいな、まあ
名詞の可能性もあるんですが、形容詞も置いていいんですよ、っていうことを知ってるとですね、トークスピード、ひょっとしたら1秒2秒3秒ぐらいパパパっていう風に反応できることもあるかもしれませんからね。ですのでその時のことを考えて、アズの右側、前置詞のアズの右側は形容詞を置いていいんですよっていうことを知識として持っておいていただけるといいかと思います。いいですかね。では次回152番別の文法項目を聞きますので、今後ともよろしくお願いいたします。